それではですね、今回の動画では Excel の GE ステップ関数の使い方をね、やってみたいというふうに思います。で、この GE ステップ関数を使うと数値が基準値以上であるかどうかを判定できて、基準値以上であれば1で、基準値に満たない場合は0を表示する関数ということで、例えば今この表で言うと、それぞれ数学、国語、英語の合格の基準点が入ってますと、この点数に対して真下に実際の点数が入っているんですけれども、ここの合否判定をこの右側に1と0でしていきますと。で、さらに今回はこの右側のところにですね、この3教科ともこの基準点を満たしている場合は合格というふうに表示をして、1教科でも満たしていない場合は不合格というふうに、表示をしてみたいというふうに思います。それではまずですね、生徒ナンバー1の数学の合否判定からしていきますので、こちらのセルを選択をしておいて、関数の挿入ボタンですね、こちらを押します。で、ここで使うのが GE ステップ関数になりますので、GE ステップ関数は関数の分類でいうとエンジニアリングにありますので、こちらを選ん で関数名の中をクリックをしてもらって、アルファベットの G を押します。はい、そうすると GE ステップが、一発で選ばれると思いますので、こちらで OK ですね。はい、で、まずこの数値のところ、ここは、この生徒ナンバー1の数学の点数が入っているところを選択をしておきます。で、次に式値なんですけど、これが基準になる、数値になりますので、今回の表でいうと合格基準点の数学の点数が入っているところですね。はい、で、ここは後でコピーをしたいので、F4 キーを押して絶対参照にしておきます。はい、これで OK ですね。はい、そうするとこの数学のところ、52点に対して基準点が60点で、基準点を満たしてないので0で表記をしましたということですね。はい、で、あとここは下にコピーをしてしまって、さらに右もコピーしてしまえば OK です。はい、では次に、この右側のところにじゃあ合否判定をしていきますので、もう一度関数の挿入ボタンを押してもらって、ここで入れていくのは if 関数になりますので、if 関数は関数の分類でいうと論理にありますので、こちらを選んで、上から3番目ですかね、 if あると思いますので、選んで OK ボタンを押します。で、論理式のところ、ここにプロダクト関数を入れていきますので、この左上の名前ボックスのところですね、ここをクリックしてその他の関数を選びます。はい、で、プロダクト関数は関数の分類でいうと数学三角にありますので、こちらを選んで、関数名の中をまたクリックをして、アルファベットの P ですね。で、少し下に下がってもらうとプロダクト出てくると思いますので、こちらを選んで OK ボタンを押します。はい、で、この数値のところ、今自動でここ選ばれてますけれども、ここでやりたいのはこの生徒ナンバー1の数学から国語、英語までの合否判定のところの掛け算をしたいので、この範囲を選択をしておきます。はい、で、ここでもう一度 if 関数に戻りますので、この数式の中の if のあたりをクリックします。はい、で、この論理式の右側のところ、この右側の括弧のところをクリックをしてもらって、で、ここでイコールを入れてもらって、ここにじゃあ今回は1を入れておきます。はい、で、次に真の場合のところ、はい、ここが要は1だったら真の場合は合格と、で、そうじゃなければ不合格という形にします。はい、これで OK ですね。はい、そうするとここは1教科0があるので不合格になりましたと。あとここは下にコピーをしてしまえば、合格不合格ということで表記することができましたということですね。はい、こういった形で GE ステップ関数を使って、さらに if 関数とプロダクト関数を使って、この合格不合格の表記することができますんでね、ぜひこの動画を見て使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。